こんにちは大ち議員の高橋です、えー、今日,昨日ね、えーまあ、町民の方から、えー、ぜひ議会だよりの解説を行ってほしいということで、リクエストもらったので、えー、ぜひですね、それに応えようと思って、今、議会だよりを、まあ、ホームページ上からね、今、アクセスしているところです。 今日ちょっと私、こんな格好してるのは、えー、今日は戦没、まあ、イベントがありまして、ですね戦没追悼式っていうのが10時からあるので、ちょっとその前の30分ぐらいちょっと時間ができたので、今、取ってるところです。で、これ、5月号ですね、2022年のお議会の代わり、私たちが作る、5人ぐらいでね、私たちが作ってるんですけども、 えまずですね、ここ、まあ、あのー、分かりにくいかと思います思いますけれども、ありがとう42年間って書いてある、これ、なんのことやと思うと思うんですけど、これはあのー、この三島保育園っていう、この後ろこの、三島保育園で撮ってるんですけど、これが今、建て替え、建て直し 建てて替えをしてます新しく建て,建ててるんですけどなのでその、まあ、取り壊される前に、まあ、一応記念で取ったっていう、まあ、校舎を入れて取ってるっていうのがあるのでまあ、今まで42年間こう建物を使ってたんでありがとうという意味でこういうふうに書いてますちょっと分かりにくかったと思うんですけどもでですね次ですね、えー 対象が、えーと、町長の施政演説、これ議会の中で、えー、町長があ行った施政演説に関してのおーページですね、2ページ目が。ちょっと時間かかりますね。<laughs> 間に合うかな、私 <laughs>、えー。ちょっと今、PDF を読み込んでます。ね <laughs> ちなみに私の画面ちょっとあの文字がね逆になっちゃってますけどこれちょっとあのまた作り直しますんで、えー、ちなみにね私あのこういうそのホームページあんなんてですね、えー、画面の共有をやる放送のタイプで言うと まあ今のところ、このズーム、私今、ズームっていうアプリケーション、あのソフトを使ってるんですけど、この使い方しかちょっとわかんないんですよね。なんで、なんか他にそのもっとね、使いやすいあのソフトがあればね、教えていただきたいんですけど、あの、どうしてもね、著作権とか絡むと、そのなんていうんですかね、その許可をも取ってないものを、なんかその画面上で使う場合は、 こういうそのオンライン上のものを直接こうやって使う分にはいいんですけどいわゆる一回ダウンロードして、えー、それをまた貼り付けるみたいな感じするとちょっと著作権が微妙なところがあるので、まあ、こういった感じで Zoom でやってるのがあるんですけど。 姿、はいえっと、政演説の姿政方針の中で令和4年度ということで一番やっぱり注目すべきはやっぱりここのカーボングリッド大木町ゼロカーボングリッド実行計画でという、まあ、これはもうやりますと宣言を宣言をして実際にはね6月この6月来月ですね、えー、多分よ今のところあ言われているのがこの6月でその、まあ、出資をするんだったらその出資の お金の議案、もしくはその出資はしなくても土地をまあただで貸す、あの、まあのま私、これ一般質問で前言いましたけど、その大体まあ、共有財産を貸す場合は、このぐらいで貸しましょうね、貸しますよっていう、まああるんですね。 えー、土地の資産価値のいくらぐらいで貸しましょうっていうのがあってそれよりも安くもしくはただで貸す場合は一応議会を通さないといけないっていう、まあ、地方自治法があるので、まあ、その絡みもあって、えー、6月に多分出てくるはずですまだ、ね、議案の方はまだあの出てきてないので、えー、実際出るかどうかちょっと今、ま、分かんない街の状態になります。はい これちょっとちっちゃいですかね見にくいですかねこれどう、どうできるんかいな。うんちょっとこの画面の割、なんですかねスペースうーがちょっとよくわかんないですね。すいません。えっ、ー、と、それとですね、次、ちょっとこれこ,こ気に、ここ気に止めておいてほしいの、ここにあるふるさと納税 えー、基本条例の設定っていうことなんですけど、これ、ふるさと納税、まあ、条例のことは別としてその、今まではね、ふるさと納税って、輪っかでやってたんですよね、輪っかさんのああで、まあ、あの事務員に雇ってあの、いわゆるその、 ふるさと納税サイトっていうのがいっぱいあるんですけど、まあメジャーのところでいうとまあ3つ、4つぐらいなんですけど、そこにまあ写真をアップロードしたりとか、その品物のね、えー、情報をアップロードとか、そういうその事務的な作業、かつその実際オーダーが入った時の、オーダーが入った時、その実際にその商品を発送するね、ところにまた連絡、まあそういったやり取り、事務仕事をばっかでやってたんですけど、それをあのこあの今年度の 4, 4月から、 あの外,部外部の、ねえー、業者に任せるっていうことで、ちょっとね、あのなあのふるさと納税のことはまた制度としてはか変わってないんですけど、町の中の処,分処理の問題でちょっと変えてるのがあって、それちょっと今あの、いろんな話が出てきてるので、これちょっと別の動画でまた上げたいと思います。ちょっとねまだ私も情報収集中ですはい えーとそれとですね、えー、結構お給料のことが出てます。えー、例えばここ、大木町職員の育児休暇等に関する条例の一部改正であったりとか、会計年度任用職員の給与および何とかっていう。こののの辺はあの、まあまいわゆるその まあ子育てがしやすいように育児休暇を取りやすくするような制度の緩和であったりとかあとはこの会厳年度、まあ、あの1年間の契約でアルバイトみたいな感じで入ってらっしゃる方人たちの、まあ、前はねそのボーナスもないし今休みとかそういったことに関しても結構厳しかったんですけどもある意味その。 おまあ、会計年度の方にも方たちにも、えーまあ、もちろん職員の方と同じようにはとは言えませんけれども、少しずつです、ねえー、条件をよくしている条例の改正というのがあってます。まあ、それは、ね、ほとんどいい話なので、えー、みんな賛成で、えー、通ってます。あとですね、えー ここにある一番最後にある大木町議会気候改革委員会の廃止というのは、これはあの去年の4月から町の中の役場の課の編成とかをして、結構、住民の方からも分かりづらい。 かつ職員の方でもやっぱりそのま、まあ、の固まるとこはすごく業務がいっぱいまち、あ、づくりかっていうとかすごい大所帯になってますしほ、えーまあ、他のところは、ね、逆に人が、ね、少ないとかいう、まあ、すごくアンバランスな状況で不、まあまあ、評があったんでクレームがすごくいっぱいあったのでそれに対してまたあの。 まあ議会の中で、まあ、私たちがその組織変更の要望なんかを職員の人たちからアンケートで聞いたりとかして、でそれでその改善案とかをまあ提案したりしてたんですよね、えー、まあ町長とかの方にに。それに対して、一応まあ町長の方がまた改善案として、またまた組織変更をしたんですね、一部ね。えー、例えばその、国民健康保険を。 だからその、まあ、一応その変更するようにということで変更したので、まあ、一応そのこの委員会っていうのは廃止になってますはいただその、まあ、私はもちろんこんなごちゃごちゃして変更しても何も変わんないと思うんですけどもその例えばその健康保険健康健国民健康保険を 業務をその会計課に移してでもうそのまあ国民健康保険の中でまあいろいんな活動がある健康づくりのためのこう運動、まあ、そういういろんなこう業務があるんですねそういうそのお金だけではないそういった活動なんかはどこが持つんだと会計課を持つのか社会,社会保障福祉の方が持つのかっていう話とかもここの4ページのここにちょっと出てるんですけども。 こ、えーまあ、この中でいうと、お金のことは会計化で、それ以外のことはまあ福祉課の方でやるっていうことで、ちょっとね、なかなかこうお線引きが曖昧なところがまだただ残ってます、まあ、ただね、もともと線引きというか、たたえ割りをなくすのが目的だったので、あのー、そこ細かく追求してもねどうかなというふうに私は思ってたんですよね。はい 4ページ目ですね、えーまあ、ちょっとここ、私が注目してたのが、ここ、防災ラジオなんですけども、防災ラジオ、まあ、最近ずっとあの年度ごとに購入して、また配布してるんですけど、まあね、年齢制限を設けてですね、ただその、なんだろう、ちゃんとかあのラジオの在庫管理してるのかと。 どの家にどなあの、どこに、ラジオがどこにあるって、例えばその引っ越し,して、お気持ちにない人の分を回収してるのかとか、まあ、そういったものをちゃんとやってるのかっていうことだったんですけど、ここにもあるように、区長さんを通して情報が入ったところは、町で回収しているというところなんですけど、まあ、正直、引っ越したからといって、区長さんからわざわざその、なかなか連絡が役場の方に多に行かないことも多いと思うので、 でかつもう連絡行った時にはもう引っ越してしまってるなんてことも多分多々あると思うので、でも実質的にはね、ちゃんとラジオの回収ができてないんだろうなというふうには思います。この辺はちょっとね、あのー、もうちょっとしっかりしてもらわないと結構高いですからね、1個2万円、まあ、1万8000円とか19000円とかするぐらいのすごい高級なラジオなので、ちょっと気をつけていただきたいなと思うんですけども。 えーとそれでは次5ページですね。そろのそろの委員会の話がここに入ってますね。ねあの役場の課の編成の調査委員会みたいなのの報告がここに入っている感じですね。で、えー、次ですね。この中でまあ、注目していただきたいのは、あそうですね。 ここですかね、給食学校給食補助事業。これあの、あ私、給食委員給食設備、施設委員会だったかな、まあ、そういう委員会があって、私、入ってるんですけども、あのその中でおあの、まああののま食材がすごく高騰しているので、えー、給食費、まあ、いわゆるその、まあ、両親の方、 あの府警の方が払う給食代を上げ,、ま、上げたいというような話があ、まあ、1年ぐらい前からありました。いや、2年ぐらい前からかな。結構前からあったんです。でも、そのコロナ禍で、えーまあ、生活がまあ厳しいところが結構あるだろうと。 いう中でお、お給料、給料給食代を上げるのはあまりタイミングが良くないということで、えー、っと伸ばし伸ばしにしてました。一応、上げるのは仕方ないねっていう話にはなってたんですけど、タイミング的にやらなかった。で、今回、上げることになりました。で上げる水準としては、まあ、周りの市町村レベルと同じぐらいの給食費にするという,う、まあ、料金設定がまずあって、そこに300円ぐらいだったかな。 あと足すとその料金になるんで確か300円ぐらいに足すみたいな話になってで最初それはあの府警の人たちが300円分、まあ、あの増加した分全部負担でっていう話だったんですけど、まあ、その後ね他の議員の方が一般質問とかされて、えー、いろいろ交渉があって、えー、一応まあ町がその300円値上げする分の100円分だけ。 100円かけ、その人数分ですね、は町で追加補助しようということになってます。もともと200円ぐらいあの、給食費は1人に対して、大木町はあの、まあ、大木町の役場からの財布から出してたんですよね。えー、あの値,段がい値段が上げれにくい状態だったので、その分、町がずっと補填してました。でそれをまた100円足して っていう感じ。で決着したことに対してまあ、それの総額でこの金額ということですね。町が出す。まあ、結構あるんでですね。ただまあ町長も言ってたんですけど、この補助に関してはまああの暫定的なもので、えー、またね。いつかあのこの補助をなくすな。なくすのか。 また料金上げるのかっていうのを、またね、数年後に話さないといけないみたいなことは言ってました。特に,特にね、資材のね上下っていうのはちょっと読めないですからね、難しいところです。はい、で、次ですね、えー、これ予算、令和4年度の予算に関してなんですけども、うんそうですね。 まあ実はこんなにここにちょこっとこれ私が作った文章なんですけどえっとですねアクアスの守り修理費1000万は建設水道化も 同席し聞き取りをした結果貴重な財源の人としては効果が低いとの結論に対し予算を減額修正をし可決しましたということなんですけどここでチャラッと2行ぐらいで終わっちゃってるんですけどこの2行のために本当にもう1日2日も結構日数使ってですね私はあの議論してますこの1000万の薬圧の屋根を修理するっていうのが予算の中に入ってて。 私は別にそれ、あそうなんだと思って、特にその反対とかって思ってなかったんですけども、ある議員の方が結構あの突っ込んで質問をされてて、でその中で建設水道課の課長さんも呼んでね、本当にこれ、アも,もに治るのかというのを、まあ、議論されてあって、結局、いや、治らないですよっていう話があって。 直らないんだと思って、それじゃあこの予算はダメだよねって、ちゃんと直るようにするのか、もしくはその、もともとアスっていうのが結構、最近、ああのコロナ禍っていうのもあり、すごく赤字経営なんですね。で、かつその、まあ、建物自体のお、まあ、補修が必要なところがもう毎年結構あって、費用もかなりかかってる、特にその形がね、あの丸い形で。 まあある足場とかを組めない状態なので、高、えー、所車なんか、特別な車とかを使わないといけない、すごくお金がかかるよ、補修に。で、まあ、今回も一緒一緒あの山盛りを直すために、上になんか塗装をね、青盛りを塗装するっていう話だったんですけども、う結局、上だけを塗るっていう話だったんですよね。で横ととかも結局やらないと 治らないというような建設,建設水道課の課長さんの話なんかもあって、これはあ、まあ、取り下げてもらいました。はい、なんで、これを省いた分の他の予算を可決したという流れになってます。 これは過去の動画でもねちょっと話してるのでちょっとタイトル探して、えー、見つけていただきたいなと思うんですけど一応ね私が知ってる限りこういうその予算が出てきたことで否決されたことはなかったので、まあ、初めての経験ですし結構長年、まあ、12年とかされてる人たちの中でもこういうその年度予算でね出てきたのが否決されたのは初めてっていう人が結構多かった。 ですね、まあ、それぐらい、うちの町では珍しいことだそうです。ほ、まあ、他のところはね結構ねあるんですけど、なんで実際の議論の中の熱量でいうと、すごく高かった、あの活発な意見がいっぱい出てきたあの議論になります。まあ、これはちょっと紙面ではね触らないところですね、そういうところはね。 で次、そうですね。う、え、ん、ー、他にですね、なんかあったりもありましたかね。<laughs> この税,税,税務調味税民、ジェーに関しては、 あのこのこの予算委員会の中でのど,どんな話が出てたかということなんですけど、このまあ、今も、ね、山口県の、あのていんで,ですかね、えーまあ、町が山口県のちっちゃい町が、3000人ぐらいのちっちゃい町があの事務手続きを間違ってお金を、ね、6000万ぐらい、一人の人に送っちゃったのがあるじゃないですか。 結構、うちの、ま、結構、どこの町もな、市町村もそういうちっちゃいミスっていうのある、うちの町もあったんですよね、けあの税金の金額が間違ってたとか、そういうので,で、いろいろ話を聞くと、やっぱり原因として考えられるのは、あの4月にそのおあ、4月ってかその、えー、毎年4月になったら人事異動あるじゃないですか。 で結構動くんですよその課長さんとか、まあ、周りの職員ががっと変わっちゃった時にその変わっちゃった時にうまくそのやり方を把握してなかったりすると計算式とかがよく分かってなかったりするととかあとダブルチェックの仕方とかですねそういう細かいところがうまく引き継ぎがな,なされていなかった場合とかに起きやすくてでそれはあの一応その、まあ、あの新聞に出ちゃうのもありますし まああのそ,それなりにこう対応はしてて別に穏便に住んでる場合がほとんどなんです。で、あのーまあ、今回の,の6000万の山口県のちっちゃい町のあれでもそうですけど、まああのうまあ、町も叩かれてますし、あのーまあ、実際そのカジノで使った人もすごく叩かれてますけど、あのーまあ、実際問題いろいろ話を聞いてる中で思うのがやっぱりその。 あの役場の人件費を削るのをずっとこの2030年ぐらいやってきてるんですね。で、えー、もちろんあの作業量としては増えてるので、でど,れどうやってそ,のそれを補充してるかというと、さっき言ったあの年度会計年度あの、非常勤みたいな人たちをいっぱい雇って、まあ、うちの町も半分はそうで、そういう人たちの人数がすごく増えてるので。 そういう細かいチェック機能、いわゆる職員の人たちがやらないといけない,い,い箇所に関しては、手が回らない、手が回らないというと申し訳ないですけどあの、人手不足っていうのがやっぱり大きな問題としてあると思います。うん、ただ、これに関してはもう国もかなり指導として、ですね、えー、職員を減らすように、もちろん職員の人たちはね、あの ボーナスも大きいですし、やっぱり保証いろんな保証がいっぱいありますので、経費がすごくかかるんですね、だからそれを減らそうっていうのは分かりますけど、その反面、いい反面、やっぱりこういうミスっていうのが増えてるっていうのは、もうこれはもう、まあ、メリット、デメリットの相関関係、はは反対の、反比例しますからね、だからまあこれはしょうがないといえばしょうがない。 でもだから、ここミスが出たからって、私はあんまりそのが、もう結構きつく言ってる人もいましたけど、私はそ,そこはね、ちょっとね、ちょっともあのかわいそうじゃないかなというふうに思っている、私は、ね、個人的に思ってます。かといって、人を増やすっていうのも、ちょっとね、今の時流にはちょっとそくわないと思うので、えー、まあ、難しいところですね。 はい、あとここのお、ごみ処理施設のことをですね、これ取り組んでもらいたいって書いてあるんですけど、<coughs> これや、やめの、確か、あのうん今よ、やめの処分場で燃えるごみ、あ燃えるごみ、大川かな。 まあ大川とかやめとかを使って、えー、処分してるのがあるんですよね、結構。で、それが結構、耐久年数があ結構あともう何年か、何十年かはちょっと忘れま,ち忘れましたけど、おまあ、更新の時期に来てるということで、えー、まあ広域でね、えー、ごみ処理施設。 まあ一つの単独の特にうちみたいにちっちゃいところではね、えーまあ、国がある程度補助をしてくれるとはいえその補助以外の分でもかなり大きい金額になるんで広域でやりたいっていうのがあるので早めにねあの、まあ、やめとかこ,この辺の やめ南部西部ですかねこの辺の地域で自治体のトップクラスで話し合いをしてねどういうふうにどこの建物をみんなで共有していくかというようなことを話し合いを持つべきだという話が出てましたこれはすっごいすっごい大切なことだと思います。はいまあ、正直 二酸化炭素どうのこうのとかいうそんなレベルじゃないぐらい本当にあの大切なことだと思いますので,でまあこれに関してはねその後あの委員会とかをうちのも立ち上げてですね4人ぐらい立ち上げてえー、まあその話し合いを持つね今スケジュールの段取りを組んでいるところですねあとそうですねこの頑張らんかんこのアクアスのところに、えー アクアスの横にちっちゃいこうキッチン、調理施設がある、ちっちゃいプレハブみたいな建物があるんですけど、これ、まあ、その、もともとはなんかお土産、なんか直売所みたいにやってたのかな、最初。で、それが、まあ、売るものは全部アクアスの中で売るようになったので、使わなくなって。でその 輪っかの人たちその中のなんか食の伝道師というのは食関係の担当の方たちがいらっしゃってでその人たちがお弁当とかを作るのにお弁当を作って売ってたんですよね。でそこのキッチンとして使ってましたしばらく。<laughs> でそ,それ以降、ま、ほとんどあんまり使ってないのでこれをどう有効利用するのかっていう話が、まあ、たまたまたまに議会の中で出てきてて。 でそれに関して産業振興課、担当が産業振興課なんで、まあ、貸せるんであれば貸したいということで、誰か,か借りないかっていうことで、ずっとなんかこう探してたみたいですよね。ただ、なんかあのお店にを出したいっていう人がいたみたいで、まあ、それで今、調整を取ってるみたいな話でしたね。あと、ここ、エイゼンチーム。 建設水路課のところで公共施設をではエージェンチームをもっと使えみたいな話をこう議会の中で出てきてるんですけどこれあのエージェンチーム、まあ、修理とか、ね、補修とかもしくはそのチェックとか壊れないかそういうのをする。 部署を作ったんですね何年前私がいる前からねありましたけどこれまあある議員の人がずっと一生懸命おっしゃってやってやっとこれ作ることになったんですけど今までは全て害虫ばっかりしてたんですねな内部でちょっとできる人たちを雇うということで雇って2人今2人いるのかな、えー、いますでその人たちが施設のまあ ちょっとしたね、チェックや修理なんかやってるんですけど、まあ、やっぱどうしてもね、大きい施設とかになると、もうちょこちょこ、こままやっても仕方ないので、外注にはしてます。ただ、その、エンジン係を使って、ちゃんとね、えー、っと、建設水道課の中に、このえんぜん課っていうのが入ってしまっているので、この建設水道課の中での業務は結構活躍してらっしゃると思うんですけど、さっき言った、その、アクアスの建物だと、こう、 福祉の健康福祉課になるんですけど、だから別の科のところのものになかなか入り込めてないんじゃないかという指摘があって、本当になんか実際、あのなあの入り込めてないような感じなので、もったいないじゃないかということで、訴えてらっしゃいます、ね、確かちょっと形式化しちゃってるところがあるかなというふうには本当に思います。課課でねどうしてもその お隔ててるところがあるので、はい、それがまあ今のところ現状なので、えー、もっと英然学会を使うようにということで声を上げていらっしゃいます。はい、で次ですね、ここ子ども未来化あのいろんなね。 子育て支援とかいろいろされてあるんですけど、あのもう人数も,その、まあ、よもう予,算予算が足りないというか、予算はまあとこでつけ,るつけれると思うんですけど、いろののんなこ,うことをやろうとするときの,の人材が足んなくてですね、まあ、先生とか、 そういうその資格を持った人たちっていうのがなかなか人数が入らないので結構申し込みとか多くてもなかなかその人数をこなせるほどいわゆる指導する側がいないということでこれはねもう外国人の人を入れるしかないと思うんですけど言葉の壁がありますからねちょっと難しいところですよね。はい あとこの指定管理指定管理っていうのはあの第三セクター、まあ、アクアスとか道の駅とかあの、まあ、道の駅も実はあのまあ飼料とかを再利用してる施設とあと道の駅観光施設と別にこれ会社分かれてるんですけどあとそのその施設日野市の,しのし施設とあと あのご旦那にあるリサイクルセンターが一緒の会社になってるんですよね、えー、書面上では、ですね書類上ではそうなってる。そういうその外部に委託する時の指定管理料っていうんですけど、指定管理っていうんですけど、それ、だいたい基本的には入札をやって、えー、その中で一番条件がいいところっていう、も、まあ、マうまはもしくはよくやってくれそうなところを選んで、そこに業者指定するんですけど。 ヨネギうちの町の場合はその入札もなく、もう継続、継続、しかもその業者、現職っていうのは結局、町が出資をしてる、まあ、いわゆる、まああのー、町が100%出資をしてない、えー、地元企業からいくらかこうお金も出してもらったりとかしてるんですけど、結局、町の運営です。だから大事なセクターといっても、ほぼ第1セクターの状況なんですね。なんで、その、指定管理って言っても、全然その、お 競争相手があるわけではなくただ同じところに引き継いでるだけですでうちらとしても指定管理同じところでやっていいですかって言われ聞かれても他に選択がないのでもうはいそうですねって言うしかない状況なんですねなんでその全く競争がないので、まあ、一般のね企業、まあ、人あの役場関係ない、まあ、民間の人があのやるって言っていただければですね会社 で、えー、会社として運営するということに言っていただければ、そこに競争が出るので、ぜひですね、えー、指定入札に入っていただきたいなと思うんですけど、はい。これは本当お、グダグダってところですね。はい。で、次ですね、なんかありましたっけ。 いいうぐらいですか、ね、ら次、一般質問の方にいきましょうかね、私のところは、もう私、いっぱい、YouTube ではいっぱい話しているのでいいかと思うんですけど、えー、と中島宗春議員の方うが、まあ、土地改良区、まあ、堀とかの、ねえー、補修に関して、一番発言が多い議員さんで、えー、土地改良区の支援策をうまく使うべきじゃないかというふうにおっしゃってます。 えー、回答としては確かその、土地改良区の、えー、制度でいうと、なんか水門とかをす直すような予算が確かにあって、その予算の中で、ね、水路の回収なんかできる場合があるんですけど、確か大川とかも結構そういうのやってるのかな、ただそのお、その水門から何キロ以内の場所じゃない。 範囲とかっていう、まあ、制限が一応あるみたいで、そういうのに当てはまなかったりしているのがあって、実際に土地改良区のおまあ、お金で、えー、実際には大木町まだ山のところやってないので、うん、まあうまく立ちあの、入るのがあればやりたいというような話だったかと思います。はい あと古賀智文議員のこれ自治区以降のことで古賀智文議員がいらっしゃるところが確か 3, 3つぐらいの区が一つにまとまるような話を今、してるらしいんですけどまとまればまとまるほどその実際に計算すると入るその町からの,あの補助金が減るんですよね。まあ 区長が3人が1人になるとか、公民館長が3人が1人になる、まあ、そういうのを計算していくと減っちゃうので、あの合併をする方に支援をしていかないといけないのに、減るじゃないかというようなこと、あとまあ、あと地域間でその格差が出るよねみたいなことを追求されてあったんですけども、まあ、今、まあ、町長の回答として、今はもう制度として作り上げたので、今は変え,変えれませんと。 で令和5年度に変えることも検討はしますということを言ってたんですけど、これね、まあ、この前の大き、ま、上白垣の担当のおみの、大のね、担当の職員さんのことに、この検討してるんですかって聞いたら、してないって言ってたので、まあ、まあ、ちょっと逃げられたかなという感じですかね。 あとはそうですねあとは議会活動ですかねこの農林水産省と 本当はね、東京に行って、直接、そのノ林ズサの省の人たちと、議員、まあ何人かで、えーまあ、協議をする予定だったんですよ。いろいろこう、おなんだっけ、JA の方から要望があって、まあ、麦に対する補助が減ってるとか、あと、なんだっけ、えー、<laughs> JA が持ってる施設をい,ついくつかこう合併というか、 減らすようなことも検討してるらしいんですけどその国の補助政策として増やす時には支援が出るんですけど減ら,減らす場合の時が支援策というのが一つもなくて今からこう編成をしていこうとしてる時に全部 JA の負担になるっていうのがちょっと難しいの支援をしていただけませんかっていうような話があったんですけど。 これ結局、まあ、コロナ禍だったんで、まあ、オンラインで、ズームだったかマイクロソフトだったか忘れましたけど、どっちかでやってるんですよね。で、農林水産省の人が、あまあ、あ事務、まあその、直接その、うん、部署の人たちが直接答えしてくれたんですけど、うんそのまあ、今のところの,その制度の説明であったりとか、 その今その制度を作った趣旨であったりとかっていうのの説明で終わってそれじゃあ,あのそういうことも検討しましょうかっていう話にはちょっとやっぱりならないですねまあ今回初めての直接国への陳情をやってみたんですけど、まあ、意見としては聞いてはくれましたけど。 うんまあ、まあ、こういうのはね、そういうすぐできるもんじゃないので、まあそういうものかなというふうに、まああのまあ、体験としてですね、得ることはできました。であと15ページの方ですけど、あもう時間ないな。えー、っと、まあ、これ、LE システムの、私もこれ、前の YouTube で出してましたけど、まあ、マイクログリッドのもともとの計画を発表したのが、この、 なんと LE システムっていうバッテリーを作ってる成績設計会社の社長さんだったんですよね。それびっくりしましたね。それぐらいです。はい。ちょっともう時間ないので、もうすぐ出ます。それではまた、バイバイ。